休憩もいいですね。もう休んだままにしてしまおうかと思いましたが、実は今から154年前のちょうど今日、イギリスでチャールズ・ダーウィンが種の起源を出版しました。彼がここで明らかにしたのは、人間は進化によってテッドトークスと見れば一気に元気になる能力まで身についたということです。その30年後、同じ空の下でチャールズ、今度はチャールズ・ブースが暗い霧に包まれたロンドンの街を歩きながら調査をしていました。貧困の調査です。彼はここで今までの貧困のイメージを大きく変えました。それって貧困は自然選択によるもので、個人の努力の結果だと思われていました。しかし彼はそうではなく、貧困が労働や賃金、それに生まれた環境の問題であることを明らかにしたのです。貧困に限らず、一つの言葉はさまざまなイメージをもたらしますが、一つ言えるのは、その言葉のイメージというのは昔と比べて随分変化しているし、これからも大きく変わっていくだろうということです。ホームレスという言葉もそうです。私はこの名古屋大学に入って2年目の冬に初めてホームレスの人と話しました。彼が雑誌を売っていたので読んでみようと思ったのです。何回か買ううち、お互いの顔を覚えるようになります。世間話もします。別のホームレスの人とも話すようになりました。話をしていてよく出てくるのが、いやー、昔は頑張って働いたよ、車の工場で部品を作っていたんだ、こういう話でした。でも仕事をしていたのならなぜ路上で生活するまでになってしまったんですかと聞くと、日雇いで働いてたけど50、60万となかなか使ってもらえないんだ、あるいは仕事をしてたけど病気をしてもうそれを続けることはできなくなってしまった、こういう答えが返ってきます。事情は様々です。そうやって話をする中で、今まで名前を持たなかったホームレスの人がトミーさん、アサさんになり、彼らが何も特別な理由でホームレスになったわけではないことがよく分かってきました。そして彼らはなりたくてホームレスをやっているわけではないし、このままホームレスを続けていたいわけではないこともよく分かりました。何より支援が届けばその生活は少しでも良くなることも分かりました。ここで注目すべきデータがあります。全国のホームレスについて調査をするために統計が開始された1999年以降、失業や病気でホームレスにならざるを得なかった人たちの数は減っているんです。2003年から2013年までの10年間で半分以下になっています。2003年というのは国がホームレスへの支援を強化し始めた年です。最新のデータでは8000人、8000人といえば今ここにいる皆さん一人一人が100人を肩車すればなんとかこの会場に収まってしまうくらいの数です。もちろんこの数は路上で生活している人の数ですから、ネットカフェや簡易宿泊所に泊まっている人たちの数を含めているわけではありません。ドキッとするニュースだとは言えないでしょうか。データが示しているのは、私たちのうちの誰かが家をなくしたとしてももう一度家を持つことはできるし、その可能性はどんどん高くなっているということなのです。さらに考えてみましょう。このままこのホームレス減少のグラフを伸ばしていくとどうなるか。ゼロになるんです。これはすごいことです。単純に計算すれば2020年には日本のホームレスはゼロになります。もう一度言いますが、これはすごいことです。このデータは2013年までのものであれば誰でもインターネットで見ることができます。でもそれならばなぜまだ誰もこのことについて話したり喜んだりしないでしょうか。それ
う支援がこのまま続くとは限らないからです。もう一度グラフを回してみましょう。これは失敗のグラフ、支援が成功しなかった時の値です。次のグラフはもっと美しい成功のグラフです。こうして力を加えて効果があると分かっていることに本気になって取り組めばホームレス問題は解決するのです。取り組みにはいくつかあります。例えばチャリティーです。募金は毎日のように行われていますけれども、これだけでは足りません。チャリティーでは与えると行う、両者に上下関係が発生してしまいます。もしこの差を許してしまうとしたら、支援のための資金にはなったとしても真に貧困の不平等を解決することにはならないでしょう。ではどうすればいいのか。一つはボランティアです。ホームレスの人たちを見回りに行く、公園に行って炊き出しを手伝う、あるいは施設の子どもたちと遊んだり勉強していたりする。できることはもう一つあります。それはビジネスです。私たちはホームレスにしか売れない雑誌ビッグイッシューを作って彼らに販売してもらおうと取り組んでいます。仕組みはこうです。ホームレスの人がビッグイッシューを1冊140円で仕入れる。この140円は次に雑誌を作るためのお金に変わります。そして彼らは街角に出て140円で仕入れた雑誌を300円で販売します。140円で仕入れて300円で売るのですから、1冊売れれば160円、実際売れれば1600円の利益になります。その日売れた分が生活費になり、貯金になって住所を持つための蓄えになる。つまり雑誌は自立のための手段で、彼らはビジネスパートナーであると言います。ホームレスが自らが置かれた状況を変えることはできない、そういう考えは必要ありません。彼らもまた貧困問題に取り組み、解決に取り組んでいく、そういう仕組みができつつあるのです。今日私は皆さんにこのホームレス問題について知ってほしいと願ってここに来ました。一人一人ができることをすればこの問題は必ず解決する、その解決をもっと早めることもできる、そういう願いです。ここで一つ注意しなければならないのは、ホームレスはハウスレスではないということです。お金だけの問題ではないのです。重要なのは、一度大きな困難に陥ったとしても、もう一度チャレンジできる手段があり、実際にチャレンジすることができる。そしてここがミソですが、私たちがそれを1対1で応援する、そういう仕組みを作ることだと思います。ビッグイッシューのページをめくっていくと、後ろの方にホームレス人生相談というものがあります。ビッグイッシューの読者の悩みに人生経験豊富なホームレスが答える、毎回人気のコーナーです。ある21歳の女性が仕事に悩んでホームレスに相談しました。現在就職活動をしていますが、社会に出るのは怖いです。人と競い合いながら大きな責任を背負って生きていくことなんてできるんでしょうか。これに対する大阪のホームレスの回答はとても温かいもので、今でも心に残っています。確かに自分も社会に出る時は不安でいっぱいだった。けれども今では社会に積み重ねてきた経験はとにかく宝だと思っている。一日一日経験して思うのは、ビッグイッシュでもそう。売れる日もあれば、売れない日もある。悲しい時も、楽しい時もある。それは、飛び込んでみなければわからない。彼が言うように、明日どうなるかはわからなくても、飛び込んでみたら大きな果実を得ることは数えきれません。ホームレス問題の解決という言葉もまた、明日どんなイメージになるかわからなくても、飛び込んでみたら明るいものに変わっているかもしれません。今日ここに集まってくださった帝都コミュニティの皆さんが、この言葉を明るく広めてくださることを願っています。ありがとうございました。